新州中野駅は、長野県中野市西一丁目にある、長野電鉄長野線の駅である。駅番号は N19。キャッチコピーは、土人形の町。相対式2面2線、島式1面2線の、計3面4線のホームを有する地上駅。友人駅で、京城駅舎を有する、特急列車を含む、全列車が停車する。長野電鉄加藤線との分岐駅だったが、 2002年に加藤線が廃止されたため同線が使っていた一番ホームは不使用となっており立ち入り禁止となっている。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅前広場に超電バス、中野市、ふれあいバスの中野駅停留所がある。停留所名や行き先表示において新州を略して単に中野駅とされている。ただし高速バスのみ停留所名が 新州中野駅となっている。また、柿以外にも中野市のお出かけタクシーが利用できる。当駅は東京都をはじめ複数存在する中野駅と区別するために旧国名を冠しているが、長野県内の旧国名を冠した駅名で、市なのでなく新州を使用しているのは現在、当駅のみである。戦前は飯山鉄道にも、 新州を関した駅があったが、国有化に際して、当時の国鉄が州を寄避していたことからすべて、シナノに改称された。当駅だけが、現在も、新州を名乗っている理由は、はっきりしていない。鉄道以外では、1995年に開業した、上新越自動車道新州中野インターチェンジ、1997年に、シナノ中野郵便局より改称された新州。 中野郵便局がある。廃止時点では、中野北方面前列車新州中野始発。ABCDEFGHIJKLMNOPQR 品の毎日新聞社出版部、長野県鉄道全域増保改訂版、品の毎日新聞社、2011年7月24日、283ページ。 ISBN 9兆7847億8407万1647中野市の統計各年度版によるありがとうございます。